レッドゼッペリンライブの歴史。1970年9月2日カリフォルニア州オークランドのオークランドコロシアムでのライブでございます。この日は一部のマニアでは2日前と、言われております。この日のトピックは1年半ぶりになんとトレインケプターローリン初期のオープニングナンバーですが、これが、演奏されたと。そして立て続けにブルーベリーヒル、ファッツドミノのカバー、そして最後はロングトールサビ、爆裂演奏のアンコールであったということでございます。ゼッペリンはこの西海岸では非常に調子がいいと。これからもどんどん西海岸での名演というのが記録されているわけですけども、非常にブイブイ言わしていたということでございます。ではどうぞお楽しみに。Thank you.
Thank you.
Today
Thank you.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 
crashing on the joints uptown where the house parties are. Come on, tell me, baby, tell me who's driving your car. レッドゼッペリンの真髄はライブにあり。年代別にお届けいたしますので、どうぞ今後もお楽しみくださいませ。ではまた会いましょう。 See you next time.